ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。先生よろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日は清水エスパルスの立ち位置ずらすビルドアップ戦略、よろしくお願いいたします。へえ、何それ。はい、まあ、正直ね、今年の清水エスパルスはすっごいたくさんいろんなことをやろうとしている、いろんなことにチャレンジしているってのはあるんだけど、はい、うん、なかなか最近ちょっと守備がうまくいってないとか、はいはいはい、ちょっと失点がかさんでしまってるとかっていうのもあって、なかなかサポーターの皆さんも、うん、ちょっとうちのチーム大丈夫っていう風になってしまってるところもあるので、こんな感じにしたら今のところ、今こんな感じのことやろうとしてるんだよとか、はい、あとはこんな感じのことやると清水もっと良くなりそうなんだよってことを、なるほど、お伝えできるような会にしていければなと思っております。わかりました。サムネイルはこれ、まこちん先生ですね。そうなんです。実はお先に言いますが、うん、キーマンは彼です。あ、なるほど。彼がこのチームに何かを落とし込んでくれると僕は信じてます。なるほどなるほど、はい、そんなのも楽しみしながら、それではめくっちゃってよろしいでしょうか先生。はい、大丈夫です。1枚目です。今日は4枚ですね。そうですね、はい、お願いします。ドン、こちらです。ドン、出ました。はい、はい、ってことで結局何が課題なのって話ですよね、清水は何が失点こんなに多くなってる原因なのって話もしたいんですけど、はいはいはい、そもそもはい、ことをいろいろ話したいことがあって、うん、実はですね、失点がかさんでしまってるっていうのは、清水だけの話じゃないっていうこととかもいろいろ皆さんに伝えたいんですよ。とか、あと、うん、それこそこう何がうまくいってないのとかっていうのも、うん、例えば、なんか全部がうまくいってないなんてことはなくて、根気がうまくいってない、なんか守備がうまくいってないとか、もっと細かく言ったら、実はこの部分はうまくいってるけど、はい、この部分だけが実はうまくいってないんだよとか、データでいろいろ分かることがあるわけですよ。なるほどね。あ、そっかそっか。細分化できるってことですね。そうです。そこでちょっといろいろ共有したいんですが、はい、まず、はい、ちょっとここを皆さん思い出そうです。実は今年、一つね、明らかな一つのトレンドがあるんですよ。トレンド。はい。去年、2019年シーズンとの比較で、うん、今年のこの2020シーズンって、清水に限らず、うん、Jリーグ全体的に、うん、自分たちのそのエリア、自陣でのビルドアップでのミスパスが、何回か知んないけど、めちゃくちゃ多くなってるんですよ。へー。あ、そうですか。データに出てる。そう。まあ、倍増ぐらいのレベルで出ちゃってるんです。へー。そう、なんでかは分からない。実はこれ一つ理由あって、うんうん、はい、これね、皆さんもう 今のところ当たり前になっちゃってきてるから忘れてるかもしれないけど、うん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 、去年の夏になんかルール改正あったのって覚えてますか。ルール改正、あ、ゴールキックですか。さすが、まあ、はあ、はあはあ、はい、2019年5月なのアンダー20ワールドカップで行って試験導入されて、海外で2019-20シーズンのところからまあ導入された、うんうん、まあ、G リーグでいったら2019年の8月から導入された、はいはいはい、いわゆるゴールキーパーからそのゴールキックの際に、エリア内、そのペナルティーエリア内のところでもディフェンダーが受けてもいいよっていうルールが出てきたんですよ。はい、で、これに伴って、結構そのビルドアップっていう風なものをどうしようかってことが、国内でもそうだし、海外でもそうだし、なんなら代表チームもガラッと変わっちゃったんですよ。本当ね、正解が見つかってないっていうこともあるんですかね。そうなんです。はあはあはあ。そしてね、皆さん、そしてマーさん、はい、うん、じゃあ8月確か2日からだったかな、Jリーグだと、うん、はい、急にやりますって言われて、うん、できますかっていう話で、はあ、まあそうですよね。そうで、しかもじゃあ仮にできたとして、うん、じゃあそのルールがやるよって分かってたわけだから、その前からちょっと準備してたとしても、うん、なんか2019シーズンとかその前ぐらいから、うん、Jリーグって夏にめちゃくちゃ移籍ありますよね。ああ、そうですね。しかも、うん、J1 で言ったら、ルヴァンカップとか天皇杯とかも結構大詰めになってきて、先日どこで落とし込むんだ時間もないまま、過密のその、しかも最終盤に向かっていくっていう。確かにね。そう、だから多くのチームが、今年の春っていうか、その冬のキャンプのところからやっと取り組んだってチームが多いわけですよ、はい、うん。しかも実践で試してないから、そのルールで、トレンドも分かんないですもんね。そうなんですよ。うん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 、そんな中で、じゃあ、開幕迎えましたって思ったら、中断しちゃって。そうね。ああ、そういう、それはなんか、本当にそうな気がしますね。そうなんですよ。だから、去年、例えば、去年からずっとやれてる、例えば、川崎フロンターレさんとか、はい、セレッソ大阪さんが今上いますけど、じゃあなんで上いるのって言われたら、去年からいるじゃん、監督とともにみんな結構。メンバーが変わってない、継続性があるチームだから、そういういろんなイレギュラーにも対応できてんじゃないかと。そうなんですよ。はあ、はあはあはあ。で、やっぱり例えば鹿島とかもそうだし、あとは、はい、マリノスなんかも例えば同じチームではあるけど、それこそこのね、うん、クラモフスキー監督が、ね、それこそマリノスからエスパルスにやってきましたってなったら、うん、マリノスからしてもヘッドコーチ一人いなくなったので。うん
とか選手がねいっぱいガーっていなくいろいろ入れ替わったりだとかしたからバリオスも結構最初は苦戦のところから始まったりとか、はいはいはい、ああなるほどね。そうだから実はエスパルスだけの問題じゃなかったってことは皆さんまずは分かっていただきたい。なるほど、やっぱりね応援してると、うん、あのまた調子よくったって方悪かったりするとなんかあうちのチームってなっちゃうけどそんなことないよと全体できたよと。そうなんですよ、うん、なるほど、はい、ということでちょっとじゃあ続いて2つ目の、シールを見てみたいと思います。次もいただいております。こちらドン出ました。はい、はい、うん、でその中でですね9月12日に行われた、VS 鹿島アントラーズ戦のスタメンと、はい、相手の鹿島のフォーメーションってものをちょっと持ってきてみました。はいはいはい。でこれ僕ら今収録してるのが9月18日金曜日なので直近は本当はマリノス戦ってのがあったんですけど、うん、マリノス戦で序盤に辰田選手がレッドカードでちょっとね、退場しちゃったとかもありましたから、ね、はい、もうビルドアップうぬの話じゃなくなってきたので、うんうん、一旦それは置いといてその直前の鹿島戦でちょっと行ってみたいと思います。はい、はい、お願いします。実はエスパルスいろいろ考えてみるとなんですけど、うん、実は1個だけなんですよ課題って、うん、その守備がいっぱい失点しちゃってるとかじゃなくて、うん、もういろいろあるように見えときながら実はもっと本数って1個だけで、はい、これ見ていただきたいのがまずその下の半円のところの大久保選手、辰田選手、中村啓太選手あたりのところに横の楕円形があると思うんですけど、うん、問題が起こってるのはまずこの1つ目でございます。はい、まずこのここでトップ下キャラの中村啓太、そうなんです、はい、もともと最近中村啓太選手っていわゆるオフェンシブミッドフィルダーとかそういうキャラクターの選手なんですが、清水に来ていくボランチやってるんですよ。はいはいはい。まあそれはまあいいとしても、まあもともとはトップ下とかいわゆる相手のそのゾーン14ペナルティーエリア手前のところで違いを見せることができるのが中村啓太選手なんですが、やっぱこう落ちてくるっていうふうになるとそこに自陣のそのペナルティーエリア付近でのプレーってなると相手からしても特にその中村啓太の怖さがなかなか発揮されないなってところが、相手ゴールから遠いですもんね。そうなんです、はいはいはい、それがちょっと今起こっちゃってるよ。はあ、なるほどね。そして今度、その横長の楕円形のこと右のところに、はい、なんか縦長の楕円形なんかもあってくると思う、うん、鈴木宮本岡崎あたりのね、そう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 、はい、ここの2つの横長と縦長の2つの楕円形見てもらったりとか、はいはいはい、うん、横長の楕円形だとこのビルドアップって何しなきゃいけないかって相手のそのプレスをかいくぐりたいってことなんですが、うん、キーパーの大久保選手含めて大久保、辰田、岡崎、中村とビルドアップの時に清水は4人用意してる状態なんですが、はいはい、相手はこの状態だと2人しか来てないんですよ。そうですよね、トップがね、間隔が2つ、うんうん、そうです、はいはいはい、なんで、うん、清水側4人いて鹿島2人だから数的優位は確かに作れてるんですけど、うん、むしろ1人多いんじゃねっていう、2対3でもいいんじゃないっていうのがあるわけです。キーパー入れてもってことですよね。そうそうそう、はい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 。でさらに今度右のこのサイドの方を見ていくと、うん、岡崎、宮本、鈴木と3人いる中で、はいはい、鹿島は三角が4つあるわけですよ、うん。ここで見ると完全に清水は数的不利になっちゃってる。不利になっちゃってる。はあ、はあ、なるほど。でもうちょい見てもらいたいのが、はい、両サイドバックの立ち位置見てほしいんですよ、清水。両サイドバックの清水の立ち位置、はい、金井、宮本ですね。はい。なんか若干金井選手の方が遠くないですか。はいはいはい。こういう布陣があって、金井選手はこう裏にこうスルスルって抜けて敵陣のペナルティーエリアまでこう侵入していくのがうまいからおそらくこうしてたんだと思うんですが、はい。そりゃ。ね、相手からプレス来てっていう状態で、うん、遠い人と近い人どっちにパス信用して預けるかって言われたら、まあ、近い人に預けやすくなるですよね。そうなんですよ、結局辰田選手とか中村啓太選手ちょっと金井選手とか遠くて、ね、どうしても最終的に岡崎に集まってしまうって状態、なるほどなるほど、なっちゃってたんです。なってしまうのかあえて集めてるのか、まあどっちも考えられますけどね。そうそう、結局はどの道、うん、まあ、信頼もあって岡崎選手に集まるんですが、はい、さすがに10分20分同じ構造をずっと見てたら鹿島側もほら分かりますよね、うん、そういう、まあ、手癖みたいなね、右に集まるよっていう、うん、はい、そうなんですよ、うん、でいわゆる横、先ほどの横並びのところだったらまだしもその右の方に集まって相手からわーって侵入されて、あ、だから鹿島もこっちに集めてるっていう状況がこの図なんですね。そうなんですよ、これが右上の左が離れる傾向ありで前方フィートが難しいってことだ。そういうことでございます。そして岡崎誠に集まりやすい理由と、はい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 、でもここでね岡崎選手がこうボーンってもう出すわけにいかない、それこそ辰田選手、ね、中村啓太選手が金井選手にすらちょっと遠くて出さないって知ったのに、うんうん、岡崎選手がじゃあ例えば西澤選手だカルリーニョ選手だとかボーンってこう急に出すことはまあ、はい、
ないわけですよ、ね、なるほど、はい、だから岡崎選手としてももう最終的にみんな選択肢がなくなっちゃって岡崎に来てるわけだから、うん、それは岡崎選手にとってもう選択肢もあったもんじゃないんですよ現状、うん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 、誰にもみんな出せなくなって自分のところに来たからもうキーパーに戻すしかなくてっていう状態でプレスを2人ぐらいにかけられてやられてしまってるっていうのが実は続いてたんですね、うん、はははなるほどね。そうなんでただこれ、うん、あの清水のサポーターさんにちょっとお伝えしたいのが、はい、で今のだけ聞いていくと、私たちのじゃあもうディフェンスラインからパスつなげていくのまずいじゃんって思うかもしれないけど、うんうんうん、実はそのビルドアップすら改善できる完成できたら、うん、右下見ていただきたいんですよ。右下のデータですね。そうなんです、はい、シュート数とか相手 の, そのアタッキングサードに侵入するとか、うん、いろいろ数字データ出してみたんですけど、はい、実はねこういう一回そのビルドアップで敵陣に行ってしまえばの話で、はいはいはい、それぞれこのシュート数も枠内シュート数アタッキングサードの侵入回数とか実はリーグで18チーム中7位の成績なんですよ、うん、全然悪くないですね。順位よりも全然いいですね。で今年ちょっとあの川崎さんがちょっと飛び抜けてるっていうのがあるんで、はい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 、それ抜いて考えればいわゆる上位3分の1ぐらい入ってるぐらいのレベルなんですよ、うん、あそういうことか。じゃあ前線に運んじゃえば成績いいですよっていうことなんですか。これはそうなんです、はあはあはあはい、だからむしろ本当に前線の方々では頑張ってくれてるから、うん、あとは攻撃面では頑張れてるから、うん、あとはそのビルドアップのところだけ何か対策着手することができれば清水はぐんと上回るのも間違いないんですよ、ね、まだ現状できてないように見えているということですよね。そうなんですよね。ただまあ一個一つあるのは負傷者がちょこちょこ出てしまったっていうのは一つエクスキューズとしてはあるのかなと思います、ね、かわいそうだなと思います ね, はあはあ、でここでちょっと持ってきたあの方法論が実はあるの清水がはい、やってみたらどうかなと思われる。はい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 、ってことで次の資料いきましょう。わかりました。すごいすごい。じゃあいきましょう。次ですドンこちら。はい、はい、うん、続いてがですね、ここ優位をどう作る、はい、メソッド、はい、はい、そうなんでございます。それで皆さんに今回ここのシートの中で覚えていただきたい言葉が2つあるんですよ。はい、1つ目が、うん、サリーダ・デ・バロン。サリーダ・デ・バロン、デ・バロン、なかなか聞いたことないなと思うけど、もしかしたらあの、はあ、戦術本とか そういうサイトとか見たことある方だったら聞いたことあるかもしれません。あ、それ戦術用、あ、スペイン料理店の名前じゃないですねこれ。あ、もうさすがそれスペイン語なんですよこれ間違いない。そうですか。 でとか言いますもんね。実はあの、はあ、そのサリーダ・デ・バロン、その最初のカタカナ4文字サリーダの部分っていうのが、サリーダ、これあのスペイン語で出口って意味なんですよ。でそれでサリーダ・デ・バロンであのボールの出口って意味なんですね。ボールの出口、はいはいはい、そうそう。で要はあのもっとすごいちゃんと言うと、はい、あの相手のそのプレスをかいくぐって、うん、その相手のそのファーストディフェンダーたちを、うん、かいくぐっていこうっていう戦略のやり方なんですよね。ファーストディフェンダーをかいくぐっていこうと、はい、かいくぐるための戦略のことをこれサリーダ・デ・バロンって言ったりするんですよね。はいはい、でもこれ一つあるのが、うん、まあ敵軍がもし2枚でプレスしてくるんであれば、うん、まあ3枚だ、こちらを3枚で挑みましょう、はいはい、相手がもし3枚でプレスしてくるんだったら4枚で攻めましょうっていう、うん、強いて言えば相手がその2人とか3人とか、まあ、何人でもいいけど、うん、その人数にプラ1の数で自陣のそこのビルドアップをやりましょうなんですよね。セオリーですね。そうです。と考えると、あれさっきそういえば2対4でしたねと考えると、うん、1人多いんだアウトナンバー。そうなんですよ。そこが1人ちょ他のところにずれてれば話は今もう変わってるんです。1人の立ち位置が変わるだけで清水はめちゃくちゃうまくいくんですよ。なるほど。そうなんです。うん、でもう一個あるのが、はい、あの今のはあくまで、まあ、サリーダ・デ・バロン、まあ、ボールので出口っていう、まあ、スペインで、ね、生まれた一つのやり方なんですけど、もう一個似たような名前であるのがその下ですね。そうなんです、そうなんです。サリーダ・ラボルピアーナ。そうなんです。これあのチェーン店ですよね。デ・バロンが本店ですから。惜しい惜しい。割とあのお酒とかが多いですね。バロンは肉中心ですけど、違うんですか？スペインバルみたいに聞きますけど、ね、余計なことすみません、はい、似てるんです。こちらは実はね、メキシコ初の戦術なんですよ。そうなんです、はいはいはい、で先ほどのサリーダ・デ・バロンっていうのはちゃんと言うと、はい、いわゆるあの最近なんか広島の、ね、優勝あたりからよくあるのがなんか中盤の選手が1枚落ちてきてとかって言ったりするじゃないですか、はいはいはい、でそれで後方でボール回しサイドバックを高めに上げてとかいろいろ言ったりするんですが、うんうんうん、
それはサリーダ・ラボルピアーナの話で、実はサリーダ・デバロンっていうのは別に右サイドバックが例えばセンターバック付近に一緒にやってきて2対3の構造を作るっていうのも別にサリーダ・デバロンだし、でこちらのこのサリーダ・ラボルピアーナっていうのは中盤の選手、ボランチの選手がセンターバックの間に降りてきて、そこで一緒にそのビルドアップやってこうよっていう風にするやり方のことを指すんですね。阿部勇樹のやつだね、そうでございます。初め誠みたいなやつだ。そうそう。あと最近だったらマリノスの木田拓也選手があったりとか、鹿島でも三沢健人選手が最近ね。あ、そっか。そうなんです。ちなみにもともとなんでこれメキシコなのかっていうと、はい、あのメキシコ代表監督のリカルド・ラ・ポルペさんという方が、はいはい、はい、その方が考案したっていうのがあるんですね。これどのぐらい、もう結構前に10年以上前ってこと？もう全然前ですよ。30年ぐらい前じゃないですか。あ、そうなんですか。そうで、ただこれをただ誰にもそのリカルドさん特にそんな推し進めてるわけじゃなかったんですけど、これめちゃくちゃ面白くないっていうふうに思ったのがあのグアルディオラ監督。はいはいはい、で彼が推し広めていった結果でこう我々のところにもこうやって面白い届くようになったっていうのが、へえ、黄色い字を見ますと一人が落ちるとは決まってないわけですか。そうなんです。二人下がってきてもいい。そう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 。だ最近日本ではよくそのね、その阿部選手とか長谷部選手みたいに一人だけ落ちてくるケースがよくありますけど、はいはいはい、じゃあ一人だけ落ちてきたらセンターバック2人プラスボランチ1人だから自陣には3枚いる。はいはいはい、だけどもし敵陣が3人でプレスしてきたら数的同数になっちゃうじゃないですか、うんうんうん、そうね。そうだからもしそうやって2人で、ね、プレスしてくるんじゃなくて3人プレスしてくるんだったら別にボランチ2人が落ちるってパターンだってあるよってことは一応あるんですよ ね、 ね。もう喧嘩と一緒なんですね。そうね、人数は合わせようと、う1人多くしようと、多すぎたら喧嘩になんないよね、卑怯だからね。そうなんですよ。あ、なるほどね。そうそうそう。で、うんうん、もう一個ここでお伝えしたいことがあって、はいはいはい、一番上の四角というか、まあ、いわゆる丸二のところというか、はいはいはい、足水的にこのオレンジ側から言うとフォワードたちのところなんですけど、うん、問題がもう一個あるの、あ、もう一個一つ言うとすれば、はい、フォワードはそのビルドアップの時に、自陣に降りてきちゃいけないっていうのが一つルールとしてあるんですよ、実は。ああ、前で張ってなさいと。そう、はいはいはい、なんか普通によく考えたら、うん、だって自陣にそうやって戻ってさ、うん、みんなでこうボール回した方が抜けられそうじゃん、まあね、そうそう、相手ディフェンダーが自由になっちゃうからでしょ、ラインコントロールが。そうなんです。あ、前だっての仕事だと。そうなんです。うん、実は、この間それこそ鹿島戦の時なんかは、はい、杉岡大樹選手がめちゃくちゃプレスにしに来てたんですけど、右サイドバック、清水の右サイドバックの選手のところまで。うん、要は金子選手がめちゃくちゃ落ちてきちゃってたんですね。はい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 、右サイドの金子選手が降りてきちゃって、ある意味、4バックプラス金子みたいになってるから、うん、杉岡選手としては別に、むざむざと自陣にいる必要性がなかったので、敵陣にぐんぐん侵入できている。よかれと思って頑張って下がってるけど、相手としたら怖くなくなっちゃうってことだよね。そうなんです。だから、清水としては本当は、おそらくこのサリーダのパターンをやろうとしてるんだなってことは見てて分かるんですけど、ちょっと怖くなっちゃって、自陣にこう戻ってきちゃうっていう傾向があったから、そういうケースが実は、戻ってくるのよかれと思ってやってるんだけど、それが実はあまりよろしくはなかったってことだ、ね、やっぱ基本このサリーダ・ラボルピアーナはボランチが中心となってといいますか。そうですね。あ、だっ て、 いいんじゃないかって、なおさらね、先ほどの攻撃のデータ皆さん見ていただくと思いますけど、はいはい、オフェンスの皆さんもむしろ、ね、自分のその活躍だけでそもそもある程度のリーグ順位保ってたわけだから、ですよね、確かにね。そうなんです。あえて戻るんじゃなくて、じゃあむしろ自分の武器をより磨こうの方が実は地味貢献できる。やっぱりね、こう劣勢だとどうしてもね、気持ち上がるよね、前だけで張ってても来ないとかね、なんかしなきゃって思うのは思いますよね。これサッカーの難しいとこ、面白いところ。そうなんです。でも、ただまあプロの方々ですから重々承知だと思うんですけど、まあね、それありますよね。うん。ただだから、とある選手たちのちょっととしたポジションをずらすだけで、はい、ちょっと行動のパターンを変えるだけで、はいはいはい、このねビルドアップうまくいきそうなんですよ。ああ、ちょっと分かりやすいな。なるほど。これ最後ちょっと分かってきました、はい。ありがとうございます。最後ちょっと提案したいので、一番やれてたらできないですけど、分かってきました。はい、最後ちょっと見てみてください。はい、いきましょう。どんでですね。ごめんなさい。はい。受けおります。どんこちら。はい。最後。はい、うん。最後ちょっと提案ということで、じゃあどうすればいいのかって話なんです。はい。はい。清水はやり方を多少変えるだけで僕はめちゃくちゃうまくいくんじゃないかなと思われます、これは。はあ、先生のお見立てでは実はあと一歩、はい、岡崎誠の未来っていうシャジェスト提案。はい、うん、そうなんでございます、はい、要は何かっていうと岡崎、もともとだったら先ほどのね、サリーダのパターン2つお伝えしたと思うんですが、うん、
一つね、清水エスパルス流のパターンがあっても僕は面白いんじゃないかと思っていて、はい、ボランチがセンターバックとセンターバックの間に行かなくてもいいんじゃないっていう、ボランチがセンターバック、おお、スッと降りてくるパターンじゃなくてもいい。そう、うそのまま真後ろに落ちてくるんじゃなくて、右斜め後ろに落ちてくる。ぐるっと。そう。で、いわゆるセンターバックの選手が開くんじゃなくて、センターバックの片方は真ん中に鎮座した状態で、はい、ボランチの選手が右斜め後ろに落ちてきて、ある意味スリーバック状態が立田、岡崎、河合みたいな、こういう構造になったら左側の図ですね。みたいな感じになるといいな。あ、左側の図は右とは関係ないってことね。また別案ってことね。ね、右から左とか左とか右の図じゃないってことね。すいません。まずは左オンリーの話をしてます、今。はい。はい、普通のと段階から、鈴木唯人選手が下がってくるパターンもありじゃないかと。あ、中場下がって、あ、下がった後がこれね。ごめんなさい。そうそうそう。すいません、すいません。はい。あの、もともとが3トップ、西澤、カルリーニョス、金子。はい。トップ下、鈴木。ボランチに中村、河合で、両サイドバック、金井、宮本。センターバック、達田、岡崎の。そうでしたね。はいはいはい。センターバック、岡崎と達田が開くんじゃなくて、はい。要はな、開くんじゃなくて、岡崎が真ん中、センターバックの片方が真ん中に来て、ボランチの1枚が右センターバックの位置にずれていくっていう構図だったら、これめちゃくちゃ面白いなと思って。ビルドアップ時にこの体型を取ったらどうだと。そうなんです。これじゃあ何かっていうと、はいはいはい、じゃあ先ほどその鹿島の時によくあったのが、はい、勝田岡崎の間に中村啓太が落ちてくるってなった時の、うん、あの全選手のちょっと心理状態をいろいろ考えたいんですよ。はい、あの中村啓太選手はオフェンスで相当なタレントなんですよ。はいはい。ただやっぱトップ下系のもともとタレントなので、うん、守備力はと言われるとそこまで高くはないんです。はいはいはい。じゃあもし勝田選手や岡崎選手がこうパスで回すときに真ん中にいる、しかも守備の3センターバックの真ん中にいちゃう状態の中村啓太選手にもしパス出してそこでボール奪われようもんだったらっていうちょっと不安になっちゃうわけです。あ、なるほどね。はい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 。うん、だったら、はい、守備力のある守備力もあってビルドアップ力もある岡崎誠を真ん中に持ってきてボランチの片方を右にずらすってことすれば、もともと右でね、あの大流、ボールが滞留しちゃって流れがあるから、うん、真ん中と右にボールを扱える人を置いておいて、何かとしても真ん中に守備力のある選手を持っておけば問題ないだろうってことになるし、守りも問題ないし、そうなんです。そして、先ほど中村啓太選手はトップ下がまあよくやってたポジションってなると、まあ、後ろから来るボールとかのレシーブとかめちゃくちゃうまいわけですよ。中村啓太選手をもっと前で使えるってことだ。そうなんです。なんで、はい、岡崎と河合陽介の2人がもうすぐボール来たらすぐ中村啓太にパンともうパス出しちゃって、それでうまくこうなんかくるっとこうターンとかで抜けてもらってみたいな形にした方がスッと相手のこうビルドアップとかプレスをかいくぐることはできるんじゃないのかなというところなんですね。はあ、すごいな。なるほど。そうなんです。それが一応もある、もし相手があの2人でプレスしてくるんだったら、この左側のパターンなんですが、うんうんうん、もしじゃあ、右側ですね、相手がもし3人でプレスしてくるんだったらどうするのという形なんですよ。FC 東京とかこうだもんね。そうなんですよ。うん、そしたらもうこうしちゃえばいいんじゃないっていうのは、はい、もう、はい、達田選手がまた、あ、岡崎、すみません、岡崎選手がまた真ん中に来ることはそうなんですけど、うんうん、ボランチから片方落ちてくるんじゃなくて、うん、片方のサイドバックの選手がこの3バック状態を形成するようにこうスッと入ってくる。今回だったら宮本幸太選手が入ってくる。なるほど。そうなんです。そして、ここでさらにプラスボランチの片方の河合陽介選手も入ってきてもらって、うん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 、このダイヤモンド型の3対4みたいなことを作るわけです。はい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 。もともとの、451433は一番左下に書いてますね、皆さんね。そうですね。はいはいはい。はい、うん、そこからボランチ1枚と、はい、センターバック2枚とサイドバック1枚の4人で相手の3枚と組みしていく。それでビルドアップを4対3にしていこうという形ですね。4対3、なるほどね。うん、はあはあはあ、こんな形にすれば可能性としては上がっていくんじゃないのかなっていうところですね。でさらにもうこういうふうになるとキーマンというか、もうエスパルスであればそれこそあの中村啓太選手なんかもそうだし、じゃあ河合選手とか、じゃあ武坂選手なんかもそうですし、うん、かなりそのボールのその受け方、レシーブがめちゃくちゃ上手い人が多いんです。トラップが上手いとかって。そうですか。はい、はい。だからそこでこうくるっと反転でこうターンしてもらったりだとかするときに、うん、例えばマリノス戦なんかでもワイドに鈴木選手使ったりだとか、うん、ちょっと怪我しちゃったけど、まあ金井選手なんかスルスルスルっとこう偽サイドバック式にこう前線まで上がってくるの得意な選手ですから、うん、真ん中でそのビルドアップ展開でわーっていろいろやってるときに、あのフリーになるサイド
オン選手が真ん中の方でずっと上がっていってしまえば、ビルドアップからも攻撃に転換して、そのまま相手の陣内に押し込んでいくことなんてことは、まあ、本当にできる選手たちが多いので、はい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 、それをやっぱりうまく使っていけば僕はできるんじゃないかと信じています。いや、この考え方非常に勉強になりますね。サッカーの勉強になりますね。こう数を合わせるといいますかそうですね、そして個性を生かすための理想論っていうことですよね。そうですね。岡崎のだから守備力とやっぱみんなから信頼されている技術力パス力っていうところでのビルドアップ、ここら辺が清水に落とし込んでくれることはすごく多いと思うので、そして前線の、ね、中村選手も生きるんじゃないかと。生きる。ほう。でも前線メンバーは絶対大丈夫なメンバーが揃ってるわけだから。なるほど、なるほど、うん、はあ、面白い、勉強になったということを考えてみました。なんか見ると楽しくなりそうです。あのサッカー自体もちょっとこの例を見たことで、エスパルスはやろうとはしてる、やろうとはしてるの間違いないから、で逆に言うとこれ結構本当にあの代表合宿とかだったら本当に 2,3 ヶ月とかがっつりみんなでやり込んでようやくできるようなものとかだったりするので、まあそうですよね、これね、だって相手だって改変するわけだからね、うん、だから海外のチームでも1年かけてようやく醸成されるようなものだから。なるほど。でしかもそれをあの新米の監督がこれだけ志高くやろうとしてるんで、ここは今年降格もないわけだから、まあじっくり見ましょうやぐらいの勢いで見てっても僕は面白いのかなと思います。なるほど。あ、実際これをやろうとしてる雰囲気はあるってこと？そうです。たまにちょっとあのブレる時があるんで、実はやろうとしてるのかなっていう。でもだからブレるって言ってもやっぱり怪我人とかが多かったからしょうがないなってのもあるので。なるほど、なるほど。はい、いやちょっと一つの考え方でもありますけれども、面白かった、非常に、はい、ありがとうございます。なんかでも守りとかビルドアップについて考えるきっかけになりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけでございました先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。いや楽しかったということで、また聞いてくださいね。ミルクサッカーアカデミーいろいろやってるんですよね先生ね。はい、生配信もやってますし、レビュープレビューもやってます、朝動画も出しています、いろんなジャンルでやってます、うん、そして、月1、はい、トークライブもね、そちらメンバーシップの方でやってますんで、始めましたんで、ぜひよろしくお願いします。その他メンバーシップでもいろいろやっていきたいと思ってます。はい、はい、これあのこれ以上の深掘りみたいのもね、あとはまあやっていただけると、ね、やりますやります。この動画のちょっと奥の方とかね、ちょっと YouTube ではあんま見てもらえないようなやつをね、はい、メンバーシップの方でやっていただきたいと思います。どこいのやっていきたいですからね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひそちらも、はい、よろしくお願いします。ということで、先生皆さんありがとうございました。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回です。どうも。